それでは最後、続きの方から、こちらの論文を、紹介させていただきます。論文のタイトルは、On the Stability of Iterative Retraining of Generative Models on their own data っていうもので、まあ、アイクリア査読中なので、まあ、一応ブラインドってことで著者情報は割愛してますが、まあ、普通にアーカイブ版はあるので、まあ、著者知りたい人はそちら見ていただければと思います。まあ、言ってしまうと、モントリオール大の研究者の、まあ、グループというか、まあ、そこが、研究しているものです。で、どういう内容かっていうと、なんか最近のなんか、ネットニュースとかでもしかしたら見られた方いるかもしれませんが、生成 AI の研究の文脈で、生成した情報っていうのが、まあ、インターネット上にたくさん、まあ、画像とかありますけれども、その生成したものを使って生成 AI がまた学習するということをすると、なんかどんどんその成績が劣化していく、まあ、どんどん生成 AI がこうダメになっていくみたいな、そういった話が、まあ、ある程度知られていると思います。で、まあ、それの文脈の研究になります。でもっと言うと、その生成モデルがその自身が生成したデータと、あと元データですね。で、元データは固定のままで。で、それを、まあ、訓練し続けたときに、まあ、どのような場合に、自分自身のモデルが安定するのかっていうことについて、まあ、割と理論的に厳密な分析を行ったっていうのはこちらの論文になっております。で、まあ、以前ネットニュースで出た話とかは、まあ、そちらの論文もあって、後ほどまた紹介しますけれども、まあ、そちらの方では、なんでしょう、基本的にはその分析的な研究だったんですけれども、一応本研究では、そこら辺について理論的な分析を行い、その先行研究で言われてなかったような洞察を一応得たというところが、まあ、特徴的な論文になっております。まあ、ちょっとこのあたりの背景を踏まえて、まあ、なんか、網羅的にお話しできればなというふうに思っております。で、まあ、背景としては、今ちょっと話しちゃいましたけれども、まあ、生成モデルっていうのは、まあ、最近すごい性能が良くなっていて、まあ、データ拡張とかにも使われたりとかしています。まあ、あとはなんか、タンパク質の合成とかそういったところにも使われてるっていう、まあ、いろんなところに使われてるわけですけれども、まあ、基本的には性能を上げるためには、まあ、高品質の訓練データっていうのが重要になってくるということです。で、それがまあ、実際に利用可能であるということが重要であるわけです。で、まあ、既存の、まあ、大規模な生成 AI というか、画像生成のモデルっていうのは、まあ、インターネット上のなるべくこう利用可能なクリーンデータっていうのを集めまくって、もうほぼ使い果たすんじゃないかぐらいのスケールに今なってきているという感じになっています。例えば、こちらのデータセットとかは5ビリオンぐらいのデータセットのサイズになっているということになっています。で、まあ、一方で、まあ、ちょっとさっきも話しましたけれども、その生成モデルで生成したデータっていうのが、ウェブ上でこう、まあ、溢れてるわけですね。で、まあ、基本的にさっきも言ったように、その生成したデータっていうのが、訓練データとして使われてしまうと、まあ、生成したデータっていうのは、なんでしょう。例えばちょっと劣化している場合とかは、まあ、品質のいいデータとは言えないので、まあ、基本的にそれ使ってしまうと劣化してしまう可能性があるわけです。なので、まあ、なるべくそういったものをこう弾きたいわけですけれども、まあ、そもそも生成したデータっていうものを見つけること自体が難しいわけなので、まあ、将来的には、まあ、そういったその生成したデータっていうのが、まあ、含まれることを、まあ、なんでしょう、前提としてこう考えなければならないということがあります。なので、まあ、そういったものが入ってきても、まあ、こういった場合ならある程度モデルの品質が保てますよみたいな、そういった分析は重要になってくるということです。逆に、まあ、ある程度こうデータ集めても、その中にこれぐらい入っ、その、なんだろう、生成したデータが入ってると全然うまくいきませんよみたいな、そういった分析ができれば、まあ、今後のまあ、こういった感じでどんどんまあ、おそらく今後増えていくデータのほとんどは、こういった形のこう合成データというか、まあ、生成されたデータということになってくると思いますので、そういったものに対処できるというふうに考えられるわけです。で、実際さっき、紹介した5ビリオンのこのデータセットっていうのは、まあ、これは、前のこちらの
本論文の前の研究、先行研究の人たちが、調べた結果ですけれども、まあ、生成モデルの合成画像っていうのを結構含んでいるということが確認できています。例えばこういう、こういろんな画像があったときに、その中のこう赤線で示されているところっていうのは、まあ、その、まあ、生成、何らかの生成モデルが、まあ、生成した画像に対応しているということになっています。ということで、まあ、将来的にはと言いつつも、すでに現状、ある程度大規模なデータを集めようと思ったら、もう合成画像を含んでしまっていると。それが避けられないという状況になっているということになります。で、さっきも言いましたけれども、まあ、実際、その生成した画像を訓練し続けると、モデルが崩壊してしまうということが示されている。もっと言うと、その自分自身の生成した画像をまた訓練に使うということを、し続けると、モデルがどんどんこう崩れていくっていうことが一応先行研究で示されています。まあ、こちらの研究についてはまた後ほど、詳しく説明しますが、まあ、これは、ネット記事にもあっていて、もしかしたら見られた方いるかもしれませんが、例えば、まあ、綺麗なというか、まあ、実際に存在する、データから学習して、まあ、生成したとします。で、それをまた、訓練データとして、学習して生成するっていうことを繰り返していくと、まあ、なんかだんだん、こう、なんでしょうね。ちょっとこれ、画像がちっちゃくて見づらいかもしれませんが、なんか顔の横とかに謎の線がこう入ってたりとか、そんな感じでちょっと画像がどんどん劣化していくということが、まあ、わかっているということです。なので、まあ、本研究としては、まあ、自分自身が生成したデータというのと、あと、まあ、実際の実データっていうのがで、まあ、それは有限の数で固定だとした場合に、まあ、それらの混合のデータ集合っていうのが、その、まあ、生成モデルの性能にどのように影響を与えるかっていうことを、まあ、理論的に、まあ、あるいは、定性的に分析するっていう、まあ、それが本研究の目的になっています。なので、ちょっと基本的には証明ばかりの論文になってしまって、あまり面白くないんですけれども、っていうのと、あと、基本的に証明は追わないで、もし証明の中身を知りたい方は、論文の方を見ていただければと思いますので、ここでは、まあ、どういったことを、主張しようとしているのかっていうことに焦点を当てて説明したいと思います。はい。まず、まあ、基本的な話、生成モデルの学習と生成の話ですけれども、まあ、生成モデルの目的っていうのは、まあ、データ分布があって、これを生成モデルで近似するということです。で、実際にはデータ分布得られないので、経験分布からサンプリングして、そこから得られた訓練集合に基づいて、まあ、その期待値で、対数誘導の期待値を最大化するようなパラメータを求めるといったことが目的になっています。で、ここで、N って書いてるのは、まあ、訓練集合のデータ数で、0って書いてるのは、この後何回も繰り返すので、まあ、ここでは0回目っていう意味で0がついてます。で、これで訓練して、まあ、こういった形で、まあ、これは基本的な、まあ、誘導ベースの、モデルですね。まあ、ディフュージョンとか VAE とか、あとは、拡散モデルとか、まあ、拡散モデルも意味ってか。まあ、そのぐらいの、生成モデルに関しての学習方法に、まあ、該当しますけれども、まあ、そういった感じで、訓練して、まあ、こう、パラメータを得た後に、まあ、そいつから、まあ、サンプリングすることによって、まあ、合成データ、この訓練データとは別に合成データを得ることができます。で、ここで、ラムダというパラメータを導入しています。このラムダっていうのは、まあ、実際のこう訓練集合に対する、生成したサンプル数、の、まあ、サンプル数の割合を調整しているものです。で、こちらにこれが書いていて、これは、整数にする、まあ、記号ですけれども、なので、どれぐらいの割合、1の場合は、ラムダが1の場合は、完全にこの訓練集合と同じサイズの合成データになるということです。で、ラムダが小さくなれば、合成データの割合は小さくなって、逆に、ラムダが大きくなれば、どんどん合成データが増えていくと。という形になります。はい。で、まあ、これ1回目の、まあ、学習してサンプリングしたっていう、まあ、1回目の過程ですけれども、流れですけれども、まあ、それ以降ですね。で、今回は、その実データと合成データ、つまり先ほどのこちらですね、訓練集合と合成データ、こちらの両方
を利用して生成モデルを再度訓練するということを考えます。で、ここでは、最初にもちょっと言いましたけれども、生成モデルは基本的に同じものを使い、さらに、繰り返し訓練するということをします。つまり、リセットをするのではなくて、まあ、なんでしょうね。ファインチューニングをしていくっていう、まあ、そういった感じになります。で、なので、実際にこう学習する、反復、ここで反復再訓練というふうに呼んでいますが、まあ、それをする目的関数はこんな感じになります。まあ、第1項に関しては、経験分布からのサンプルってところで、元々のところと同じです。まあ、そこに、この項が加わっているっていう感じになっているわけです。で、こちらが、まあ、一つ前のステップで学習した、生成モデルからのサンプルっていう形になっていて、で、まあ、それの、対数誘、それに、それにおける対数誘導の期待値を最大化するといった項になっています。で、先ほどのラムダは、まあ、こちらに入ってくると。これ本当は、まあ、サンプルの N が入ってくるわけですけども、こいつは、まあ、無視していいので消えて、結局ラムダだけが残るので、結局ラムダは、ここの項の中の係数っていう形に位置付けられます。なので、ラムダが0になれば、これ全部なくなって、まあ、単純にこれ、何でしょう。何回も何回もこう、元のデータから学習するっていうことをするだけっていう、まあ、実データ集合から、繰り返しが訓練することに相当するわけです。で、ちなみになんか、ローカルアーグマックスって書いてますけれども、これは損失の2の局所最大値を表していて、で、その中で、局所最大値の中で、局所対策法で前のやつに近い、ものを選択するみたいな、そういった処理が入っています。まあ、細かいことはちょっと、置いておきますが、まあ、基本的にはそういった感じ。今、述べたように、こういったデータ分布からの学習と、前のステップの生成モデルからのサンプルに基づく学習っていう部分があって、ラムダによってその割合調整できると。で、それによって、シータ t からシータ t プラス1に更新されるという形になっています。はい。で、この一連の流れを一応疑似コードで書いたのはこちらになっています。まあ、もう一回言うと、まず、実際のデータ、C のデータっていうのがあって、こいつは固定です。で、こいつらがパラメータで、さっき言ったようにラムダっていうのが、生成した場合の、まあ、割合ですね。そいつをどれぐらい考慮するかっていうのが割合になっていて、T っていうのは何回反復再訓練を行うか対応しています。で、まず、ここで、生成モデルを学習した後に、まあ、そいつからサンプリングしてきたやつを使って、そいつらと、元の、実データとの合成データに基づいて、また学習するってことを繰り返すっていう、まあ、それだけですね。で、本研究では、まあ、こういった感じで学習することによって得られる、このシータの遷移ですね、パラメータの遷移っていうのを、まあ、分析して、まあ、どういった形になるかっていうことを、まあ、その時の、モデルの、分析をしたいっていうのが目的です。どのように、変化していくかってことを求めるっていうのが、目的になっています。で、さっきも言いましたけれども、まあ、前のパラメーターからアップデートするって形になるので、基本的にはファインチューニングの形になると。ゼロから訓練するのではなくて、ファインチューニングの形になります。はい。で、まずは、これ先行研究でもやったんですけども、単純な例として、多変量ガウス分布の場合を考えます。で、データ分布として、まあ、こういったガウス分布からのサンプリングだと考え、多変量ガウス分布からのサンプリングだと考えて、で、こいつに近似させて、で、その後に、自分自身の近似したデータ分布から、すみません、生成モデルからサンプリングし、そいつをそのまま学習データとするっていうのを、繰り返す。つまり、先ほどの例で言うと、ここの、ごめんなさい。こっちか。これのラムダが無限大の場合、つまりこっちしか考慮しない場合ですね。完全にこう、合成データのみを扱って、毎回毎回アップデートしていく場合の、めちゃくちゃ単純な場合ってどういうふうになるかっていうことを、まずここで確認しています。で、これは、まあ、つまり、自分自身でサンプリングし、そのサンプリングしたものをデータセットとして学習しっていうのは、まあ、ガウス分布の場合は、こういうふうに、直接式として、まあ、書き下すことができるので、解析に書くことができるので、まあ、こういったステップになります。
で、こいつを解析してあげることによって、まあ、どういった場合に、分布がどうなるかっていうのはわかるわけですけれども、多変量ガウスを、まあ、こういった形で合成データのみで再訓練すると、まあ、分布が崩壊するということが分かっています。で、これは、先行研究でも得られていた結果で、で、今研究の新しいところは、ここに、まあ、この A っていう、こちらの式が、あって、こういった式になっていると、崩壊するんだけど、こういった形の遷移をたどって崩壊するんだよってことが示されているという点です。で、これは要するに、京文さんが再学習のその再訓練の回数の関数として線形に0に喪失するということを示していて、係数がこいつに対応しているわけです。で、この、アルファっていうのが、N に、ついての関数になっていて、まあ、こういう感じになっていると。で、まあ、簡単に言うと、アルファ N っていうのは、サンプル数が、大きくなればなるほど、まあ、1に収束するもので、つまりサンプル数が多いほど、どんどんこの、アップデートが1になれば、これどんどん、0に収束するのが遅くなっていくので、サンプル数が多いほどモデルの崩壊が遅くなるということが、本研究で分かっていると。本研究によって分かったと。で、さっきもちょっと言いましたけども、既存研究でも、この共分散が0になって、共分散が0になるってことは、まあ、最終的にその、まあ、なんでしょう。分散が0になっちゃうので、モデルが崩れちゃうってことを意味しているわけですが、まあそういったことは示されているわけなんですが、まあここでは収束の速度については証明していないので、まあ本研究によって、一応サンプル数に依存して、その収束の速度っていうのは変わってくるんだよってことがわかります。つまり、サンプル数を増やせば一応は、モデルの崩壊が遅くなるってことが、わかるということです。で、これがまあ簡単な例です。で、まあ、ここからわかることとしては、まあ、先行研究と同じなんですけれども、まあ、もちろん、この崩壊遅くなるってことはあるにせよ、基本的には合成データのみを扱う、つまりラムダが無限大の場合っていうのは、まあ、必ず、こう、モデルが崩壊してしまうということです。なので、自分自身が生成したものを訓練として使い続けると、まあ、最終的に、こう、モデルとして壊れてしまうっていうことが、ここから、まあ、簡単な例からわかるということです。じゃあ次に、一般的な場合というか、普通のパラメトリックなモデルの場合について考えます。で、まあ、深層生成モデルは、まあ、パラメトリックなモデルなので、まあ、二つの誤差、誤差全体が二つの誤差に分解できます。まずは、統計近似誤差。こちらは、実際にはデータ分布からの期待値で考えたいんだけど、まあ、経験分布からのサンプリングを行っているということによって生じる誤差です。これは、データセットが、無限大になれば、ここは一致するという、まあ、そういった誤差になっています。で、二つ目は、関数近似誤差で、こちらは、今、パラメトリックなモデルで、まあ、シータっていうのをパラメータとして考えているわけですが、このシータっていうのは、まあ、有限というか、モデルの、こう、達成可能なモデルクラスっていうのは、まあ、限定されるわけなので、まあ、そいつと、データ分布とのミスマッチによる、で生じる誤差ということになります。つまり関数近似することによって生じてしまう誤差になっています。で、まあ、最近の生成モデルとかでは、もうこのモデルがどんどん大きくなっていくので、で、さらにまあそもそも万能期維持扇動っていうのが証明されたりとかしているのと、あとは、まあ、最近の生成能力から見ても、この関数近似誤差、つまりデータ分布にどれだけ近似できるかっていう誤差に関しての懸念はだいぶ小さいだろうということで、ここでは、その統計誤差、統計近似誤差っていうのが、この誤差がない場合とある場合の2パターンで考えるっていうことをしていきます。まずは、統計誤差がない場合での、まあ、安定性を検証した後に、その統計誤差がゼロでない、実際、まあ、実際の生成モデルの場合ですね、有限のサンプル数で学習する場合の安定性を検証するって、この2段階でやっていきます。で、まずは、統計誤差がない場合の反復再訓練ですけれども、まあ、こちらは、データ分布から、まあ、無限回サンプリングできるっていう過程なので、まあ、こういった形になると。ここさっきで、経験分布になってましたけど、ここではデータ分布からのサンプリングで無限回サンプリングできるというふうになっています。で、まあ、そうすると最適化問題は、まあ、さっきと一緒ですけれども、ここはデータ分布に変わっただけですが、こんな形に変わります。で、このシータ、スターっていうのが、要するに最適なパラメーターになるわけです。で、なので、Pシータ、スターは最適なモデルになっているということです。
ただし、まあ、さっきも言ったように、モデルクラスは限定されているので、もう最適なモデルっていうのは完全には、データ分布には一致しないと。なので、何らかの誤差は必ず生じてしまう。さっき言った関数近似誤差の話ですね。で、この誤差を、まあ、ワッサー社員距離で、まあ、こんな感じで、定義してあげます。まあ、なんかの距離で、まあ、これとこれの間、最適なモデルとデータ分布の間の距離があって、こいつは要するにゼロになってないんだなってことが分かれば大丈夫です。で、次に、まあ、ラムダが、まあ、ゼロより大きい場合ですね。まあ、つまり、生成モデルからのサンプルも必ず含んだ場合の、サンプルによる学習っていうのが安定であるための条件っていうのはどういうものかっていうのを、まあ、統計誤差がない場合ですが考えていきます。で、この学習っていうのは、まあ、これに対応するっていうか、これはさっきのやつを書き換えただけですけれども、まあ、これの、局所解っていうのがこちらになりますが、この局所解っていうのが、まあ、ちょっと細かい条件が実はあるんですけれども、細かいことを置いといて、あげると、まあ、局所的に、まあ、1位であることが示されます。で、さらに、まあ、ちなみにここのアルファとイプシロンについて書いてないんですが、めちゃくちゃ細かい話なんで、一応口頭で言うと、アルファは最適モデルの、まあ、ヘシアンの、上階だったかな。で、L っていうのが、ヘシアンが L リプシッツである時の L に該当していると。で、その間の関係性はで、あとイプシロンは、あ、ごめんなさい。アルファが、最適モデルのヘシアンの上階で、L が L リプシッツの L に対応していて、イプシロンがさっきのこいつですね。で、こいつらの関係性がこうなっているもとで、一応、局所的にその解が1になるということが分かっていると。で、さらに、まあ、こちらの命題が得られるということで、どういう命題かっていうと、その、まあ、最適なパラメータが何かあったときに、こいつのパラメータについて、これが成り立つということで、その、これ、この、先ほどの最適なパラメータっていうのが、結局、無限サンプルの場合は、その反復再学習、再訓練手続きの、まあ、固定点になっていると。いうことです。なので、基本的にはさっきのこいつが、なんでしょう。反復するときの、学習したときの、まあ、固定点になって、そこに留まるっていうことになるわけです。まあ、ただし、それは、なんでしょう。まあ、そこが、固定点だってことはわかるんですけど、実際に学習する中での、まあ、安定性についてはわからないわけなので、で、実際最適化する場合には、その最適化における誤差とか、あるいはこう、なんか GPU における時のなんか数値誤差とかそういったものがあるわけなので、まあ、解はどうしても近似的になってしまうので、必ずしも、その解にこう最適化の中で、到達するかどうかはわからないということになります。で、なんですけれども、一応これも、この論文の中の一つ目の定理としてこういったものが示されていて、まあ、簡単に言うと、まあ、実データが合成データに対して十分大きい場合っていうのは、まあ、生成モデルの反復再訓練っていうのが前期的に安定するっていうことが示されていると。いうことです。で、この時に、まあ、こういった条件が一応あります。ラムダに関して、こういった条件があって、これを満たせば一応安定すると。まあ、いろんなこういう条件を満たした場合に安定するということがわかるということです。なので、まあ、こっから、その一応ラムダを小さくすれば、まあ、まあ、安定するっていうことがわかるわけですけれども、まあ、一応さっきのこちらの条件も必要になってくるんで、まあ、ちょっといろいろ実は条件があるんですけれども、まあ、さっきの、とりあえず、定理1のざっくりとした意味としては、生成モデルがデータ分布、十分に近似できて、もともと十分に近似できていて、さらに十分なデータが再利用できるのであれば、反復再学習っていうのはまあ安定しますよっていうことですね。まあ、ただし、ここでの限界っていうのは、そのもともと訓練するデータっていうのが無限サンプルに基づいていると。無限に、データ分布からサンプリングできるっていうことに基づいている。ということです。で、あとは、これ安定性のための十分条件でも提供していて、必要条件かどうかわからないんですね。その、ラムダが有限であるってことは必要条件であるということがわかります。つまり、無限大に行くと安定しないっていうのはガウス分布の例からわかるので、まあ、それはわかるんですけど、これがなんか、十分条件であるんですけど、まあ、これがなんか必要かどうかわからない。というのと、この条件と、ラムダが無限大っていうの、その十分条件と必要条件の間にかなりギャップがあるんで、まあ、どういったラムダがいいかっていうのはかなりそこに任意性があるっていうか、かなり幅があるっていうことがここからわかるわけです。で、ここまでが、統計誤差がない場合の、まあ、安定性の議論で、まあ、結論としてはここに書いた通りですね。
十分に検知できて、さらに十分なデータが再用できれば、反復再訓練っていうのが安定するということです。で、ここでちょっと、さっきもちょっと話した先行研究について話したいと思います。で、この結果っていうのは、実は既存研究と異なっています。最初に示した既存研究では、こういった、流れを考えていて、まあ、学習するデータセット、生成モデルって考えたときに、データセットから生成モデルが学習されると。で、その後に、まあ、こう、合成データ、こいつがサンプリングしてたデータ、元々のこう固定したデータ、あとなんか、このフレッシュリアルデータって書いてますけど、この固定した元のデータ以外のデータっていうのを考えて、で、こいつがないと、生成モデルが劣化するってことが、示されていると。で、これは、理論的にというか経験的になんですけど、つまり固定された実データだけでは劣化を防ぎきれないっていうことが、示されています。で、なので、本研究は、まあ、ある条件が整えば、こいつだけでも、こいつと、合成データだけ、つまり、このフレッシュな、新鮮な実データがなくても、一応安定して、まあ、学習ができると。安定したモデルが獲得できるということが、一応示されたという点が、まあ、既存研究と違うところです。で、なお、既存研究でも一応ラムダってパラメータがあるんですけど、このラムダっていうのはさっきのその、混合分布の割合を表しているのではなくて、サンプルするときの生成モデルの多様性をコントロールしています。まあ、バイアスというふうに言われますけれども、こいつは、ガウス分布の場合だと分散にかかっているパラメータで、こいつが0になると、まあ、多様性が下がって、こう、めっちゃ尖った部分になるんですけれども、ラムダを、一方で、その品質としては、まあ、向上するみたいな。そういった形になっています。で、先行研究の結果としては、まあ、合成データだけで考えた場合、例えば、ラムダが、1の場合っていうのは、その、まあ、こんな感じで、だんだん、こう、何回も何回も同じデータで学習していくと、この元のデータが赤で、元のデータ分布が赤で、緑が、生成モデルからのサンプルだとすると、どんどんこうずれていっちゃうということがわかります。で、一方、バイアス、モデルのバイアスを上げてあげると、つまり、尖らせてあげると、一応なんか、多様性は下がるんですけど、こうなんか一応被ってるとこあるんで、その非、忠実度といいますか、元のデータ分布の品質、なんだろう、どれだけ合ってるかっていう、まあ、後ほど話しますが、これはプレシジョンってものに対応しますが、これは一応、まあ、保持されるということがわかります。で、まあ、繰り返しになりますが、一方で本研究の結果っていうのは、まあ、新鮮な実データを導入しなくても、さっき言ったようなその十分条件ですね。十分に良い初期モデル、つまりエプシロンが小さい場合と、まあ、反復再学習で、まあ、固定された実データの十分な割合、つまりラムダが十分小さいという条件があるならば、この実データ、っていう、フレッシュな実データっていうのがなくても、まあ、安定性が確保できるってことが分かったということです。で、次に、まあ、ここまではその、無限サンプルを考えてますけど、まあ、考えてましたけど、次に有限サンプルの場合を考えます。有限サンプルの場合は、まあ、半可バウンドとか考えなきゃいけないわけですけれども、ちょっと時間が危うくなってきたので、ここら辺は、まあ、ちょっといろいろ割愛して喋りますが、まあ、結果的に、まあ、ある条件のもとで抑えることができるって、まあ、当然なんですけど、そういったことが言えるわけです。で、ここでは、一応前提を置いていて、この前提が成り立った上で証明されますよっていうようなストーリーになっています。で、ここでは、こういった形で、その、なんでしょう。あるとき、あるパラメ、あるサンプル数から得られた、モデルと、無限サンプルから得られた、この、解っていうのの誤差っていうのを見ていて、これはこれで抑えられた場合、抑えられるという前提を置きますよっていうことを考えています。で、ここにも書いてるんですが、普通はこれ期待損失のバウンドを考えるので、ちょっと前提としては強いんですけれども、まあ、局所的なものとしてここでは考えています。近傍 U っていうのを置いてあげて、この U の下でっていうふうに考えているので、まあ、多少こう、なんでしょう、全体で見てるわけじゃないんで、一応弱まってるとは言えるんですけど、一応こういった要件を満たす必要があります。それを満たした上で、これが示されると。いうことです。で、ここから分かることとしては、まあ、実データの割が十分で大きいという前提のもとでは、パラメータ、なんでしょう。実際の、その、理想的な
さっき言ったような、めちゃくちゃサンプル、無限サンプルある場合の、解に対応するパラメーターと、まあ、N サンプルの場合のパラメーター、間の誤差っていうのは、必ずしもこう、発散しないということが、わかるというのが、こちらの証明結果になっています。なので、実データの割合が、まあ、ある程度大きければ、まあ、混じってても、ちゃんと、有限サンプルの場合でも学習できますよってことが、ここから示されるということです。で、まあ、関連研究としてはさっきもちょっと言ったんですけれども、一応先行研究としては、まあ、ファインチューンしたりとか、繰り返し再訓練、あ、一から繰り、再訓練する場合とか、そういった設定があったりするんですけれども、さっきも言ったように、既存研究ではその固定された実データと新鮮な実データの両方を入れることで、まあ、減少できるっていうことが、一応定性的に主張されているわけですね。で、まあ、一方、本研究では、その理論的に固定された実データだけでも、そのラムダの割合によっては安定する。ラムダが十分小さければ安定するってことが証明されたと。なので、多少こう自分が生成したデータが混じっていても、まあ、適切にまあ安定して学習ができるということが示されています。で、一方で、まあ、強者リ学習でも似たような文脈があるらしくて、パフォーマティブプレディクションっていうらしいんですけど、あ、ごめんなさい。これ多分、もっと2020です。多分。で、これは予測結果が生成プロセスに影響を与えて、そのまた、こう、学習するデータに影響を与えるみたいな、まあ、こういった一連のループがあるという前提で考えたときの、まあ、強者あり、さっきの、今まで話した強者ありバージョンみたいな、そういったものですね。なので結構話としては近いんですけど、まあ、この研究では、なんでしょう。この研究っていうか、今回説明した研究では、まあ、生成モデルの反復的な安定性について考えているので、強者あり学習と違うと。で、まあ、生成モデルの安定性に必要な前提っていうのは、その強者あり学習の場合の要件に比べると結構弱いので、まあ、こっちの方が一般的であるという主張をしています。ちょっとここら辺の詳細は終えてないんですけれども、まあ、そういった主張をしているということです。まあ、単純に考えて、そのラベルありの場合と、生成モデルの場合の違いっていうふうに捉えることもできると思います。はい。で、最後に、まあ、いくつか実験をしているので、そちらについて説明します。まあ、実データの継承がなぜ必要かっていうと、まあ、さっきも言ったように、その統計誤差的な話があるっていう、つまり、実データのサンプルっていうのは有限なので、その場合で検証しなきゃいけないっていうことと、あとは、まあ、これもさっきも言いましたけど、最適化の時に誤差が入ったりとか、GPU における時にこう数値的な誤差が入ってくるとか、まあ、そういった問題が含まれてきますので、まあ、実データで検証することが重要だということで、まあ、こちらのデータセットで検証していて、モデルとしては、まあ、比較的大きめな、モデルを使って検証しています。あ、そうだ、ノーマライジングフローですね。さっきちょっと出てこなかったですけど、ノーマライジングフローと拡散モデルで検証しています。で、まずは、まあ、トイプログラムですね。で、実験をした結果です。で、ここでは、生成データのみで、学習した場合、と、生成データと実データを半分ずつにした場合で学習した例を示しています。で、これを見ると、まあ、一番上が、生成データのみで学習していて、下が元の、実データを混合した場合ですね。で、ここでは今言ったように半分ずつとしています。そうすると、まあ、半分の割合でも、そんなにこう崩壊しないっていうのが、わかるかなというふうに思います。上の場合だと、こう、どんどん崩れていっちゃうんですけど、一応、元データが入ってるだけでも、まあ、安定するということがわかるということです。で、あとは、画像データの場合で、そのラムダを調整した場合の結果ですけれども、ここでは、これも先行研究と同じ指標なんですけれども、FID とプレシジョンリコールって3つの指標で評価しています。で、ラムダを変えた場合に、それらがどういうふうにこう、再訓練をしていった場合にどう変わるかっていうことを検証しています。で、なので、ラムダが、変わることで、なんかどれぐらい悪化するかっていうのは、ここの結果から見れるわけです。で、ちなみに、プレシジョンリコールっていうのがちょっとわかりづらいので、生成モデルの場合のプレシジョンリコールがわかりづらいので説明すると、これはなんか2019年のニューリップスで提案された、方法らしくて、簡単に言うと、生成モデルと、実際のデータ分布があったときに、そのデータ分布の、なんでしょう、サポートの、例えばデータ分布の、
サポートの中に生成モデルのサポートが、サンプルがどれぐらい入っているかっていうのがプレシジョン。で、逆がリコールっていうのに該当しています。で、実際には、何らかのこう、K サンプルぐらいの近傍を求めて、その中に入っているかどうかっていうことで評価する。何らかのなんか、例えばニューラルネットワークの特徴量にまず写像した後に、その特徴量空間で、近傍法で、ある、例えば K が5だとしたら、5の中にこう入ってるかどうかっていうので、各サンプルごとに見て、それによって、まあ、こういったプレッションリコール評価しているという感じになっています。なので、基本的に両方良ければ、まあ、いいわけですけれども、まあ、トレードオフが存在してしまうという感じになっています。で、この結果をまず見ると、生成データの割合が、まあ、小さければ、つまりラムダが0.1ぐらいですかね。このぐらいの色。紫ぐらいの色。のとこまでだったら、割とこう安定する。プレッションはなんか上がってるんですけど、上がってるし、まあリコール下がってるんですが、まあ一応、まあ、ある程度、とどまっているという感じ。FID は、少なくともある程度とどまっていると。で、ただし、まあ大きくなると、ラムダが0.2以上になる。つまり青からどんどん黄色に行くにつれて、どんどんこう線形にこう増加していってしまうっていうのが分かると思います。で、この例だと、そのプレシジョンが上がってリコールが下がっているって結果になっています。全体を見ると。で、このプレシジョンっていうのは、生成モデルの品質を表していて、リコールっていうのは多様性を表しているので、多様性が下がっていて品質が上がっているみたいな、まあ、そういった先ほどの既存研究と同じような傾向を示しているっていう感じですね。ただ、ラムダを調整することによってそこは抑えられるということです。で、他の、ここでは DDPM を使ってましたけど、ここでは EDM を使っていて、まあ、2つのデータセットで学習しています。で、こちらも、まあ、だいたい同じで、ラムダが小さければ、まあ、安定するけど、ラムダ大きくなると不安定になっていくという感じになってます。で、なぜかこれ、プレッションとリコールの傾向が逆なんですけど、なんかなぜかっていうのは論文内に書いてなくて、ちょっとよくわからない。結果となってます。あとなんかこれ、だいぶこっちとかは、ラムダ変えてもそんな変わってない気もするので、この結果はどうなんだろうっていうところもありますけれども、まあ、とりあえずこういった結果が示されたというです。はい。結論になりますが、まあ、最初に訓練した生成モデルが良好かつ、まあ、合成データと実データの混合から、その反復再訓練をする場合において、まあ安定するっていう、まあことが示されたということです。で、今後の課題としては、さっきも言った必要条件の十分条件の間にギャップがあるので、そこをどうにかしなきゃいけないっていうのと、その有限サンプルの時の影響っていうのがまだ十分に検証されていないので、例えば前提算とかが結構強めの設定に置いてたりとか、その不安定な時どういうふうになった時なんだろうってことが、まだ示されていないので、そこら辺を検証する必要があるということです。で、感想としては、まあ、そんなに、なんでしょう。驚くべき結果っていうわけではないんですけれども、まあ、ちゃんと安定性をしっかり示してるっていうのと、先行研究でフレッシュなデータが必要って言ってる中で、一応、なくても安定する場合があるってことを示したっていうのは、まあ、重要かなとは思っています。あとは、先行研究もこの研究もそうなんですけど、基本的に自分自身の生成結果を訓練することを想定しているので、まあ、それ以外の生成モデルが生成したデータが訓練集合に含まれている場合っていう、場合の劣化っていう分析も面白そうかなとは思っています。はい、すいません。長くなってしまいましたが、以上で終わりにします。鈴木さん、ありがとうございました。ご質問がある方、お願いします。あ、質問していいですか？あ、はい、どうぞ。まあ、最後のところが一つ思ってたことで、これって現実的に解析できそうなんですかね？まあ、他の生成モデルが生成したデータが入るとか、なん今回か、の場合っはい。て、別の話、ちなみに、これ、1イテレーション前の生成データだけ使うみたいな分析に見えたんですけど、はい。合ってますか？要は、あ、そうで生成す。そされたうサンプルがどんどん増えていくみたいな設定にはなってない。です。生成されたサンプルがどんどん増えていくという設定にはなってないですね。はい。そうですよね。現はい。実的には、そのウェブのデータ、多分今本当に想定してるのって、ウェブのデータに生成データが混ざって、割合がどんどん増えていきますみたいな設定を一番想定してるのかなと思ってて。ですね。割合という意味では、さっきのラムダに調整できるんですが、はい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 。
確かに今おっしゃってるように、なんていうの、合成データはアップデートされているので、そういった意味ではそうですね、おっしゃる通りですね。はい。わかりました。なんかそこら辺を緩めるのって、現実的に解析的には可能そうなのかっていう感覚がもしあれば聞きたいです。例えば、その今って継続的に訓練するっていう形にしてるのは、理論的解析がまあやりやすいようにしてるからなんですけれども、まあ一回リセットしたりとかっていう形で、その同じようなこう形式の、同じようなクラスの、関数、生成モデルで訓練して生成したモデルに関してみたいな、そういったことはできると思うんですけれども、なんか違う生成モデル、違う関数クラスの生成モデルから生成した場合とかだと、まあ、どうするのかっていうのはちょっと難しいところかもしれませんね。なるほど。ちなみにこれ、すごい変なこと聞くかもしれないですけど、別に人間も、まあ違う生成モデル、じゃ生成モデルそうなんですよね。じそゃなこいはですか。とてもいい指摘で。なんか、何が違うということなのかが、あんまわかんないけど、結局だからなんか、それなりに質がいいデータを集めなきゃいけないっていう話と、なんていうか、そのデータの上限を超える方法がないっていう、なんか、それを言ってるだけにも聞こえて、なんか、まあ、そらそうというか、なんていうんですかね、という、なんていうか、感想に近いんですけど、これは。あ、でもおっしゃってることはわかります。それはそうだと思います。まあ、さっきも最初に言ったんですけど、この研究は割とそこを理論的に示したってところは 結構重まあまあ、要そうですね。で、それは面そうです白いね。はとい。思で、最後に僕も感想に書いた通り、まあ、当たり前の結果っちゃ当たり前の結果なんで、まあ、そんなに、この結果めっちゃ面白いっていう感じではないんですけれども、ただまあ、一応、こういった研究からスタートっていう感じ、まあ、今年始まった研究っぽいので、まあ、今まあ後なんそうでか、すよね。より現実的なというか、我々が見て、まあ、興味深いというか、そういった結果が出てくるかなと思います。多分、前提としてなんか世界の分布みたいなやつ多分考えなきゃいけなくて、なんか、なんでしょう。世なんか界とどどんどんここう、のたデータが探索されてるみたいな、そうです、そうです、なんそうです。かなんこか、の世範囲の界、データみたいなそ、そうでですす、かそうでね。す。つまり、基本的には、まあ、生成モデルで世界の分布と近似することを目指しているので、なんかそれがどんどんダメになっていくっていうふうに考えた方が多分いいと思うんですよね。つまり、合成したデータっていうのは現実とだいぶ乖離が多くなってくるというか、まあそういった感じになっていくのがまずいっていうふうに考えた方がいいのかもしれません。ただ一方で、我々もこう現実から絵を描くので、絵を描いてるってことは、ある程度現実からこうギャップが生まれてくるので、それはどうなんだってところは当然あるので、まあ、そこはちょっと難しいところではありますよね。ちなみにもう一個、ちょっと別の観点で、まあ、その継続再学習って書いてたっけ？そうです。定式化って、その破滅的忘却を防ぐときに使われるジェネラティブリプレイとかと一緒だと思うんですよね。そうです。って考えると、これってどっちかっていうと壊れないようになってんじゃないのっていう気もす、その破滅的忘却とかでこれがうまくいってることを考えると。が直感的には知って、まあそうっすね。まあこれ結局これ生息化みたいになってて、まあ、なんだか、から昔のこたと忘ぶん、れないような生息化になっているわけですよね、モデルとしては。昔のこと、まあこれは逆に言うと、こっちはアップデートされるんで、こっちがむしろ固定ですね。こっちがアップデートまあされ確るっかてに、こ感れじですね。で、そうか、データを覚えてるか、まあそっか。まあ確かに。なんか、なんで悪くなり得るんだっけっていう。まあ、その多様性が減るのはわかるんですけど、衛星の質が落ちる理屈が、あんまわかんないなぁと。まあ、こいつが、まあ、常になんか最適であれば別に問題ないですけど、こいつがちょっとでまあもね。劣化していくと、まあ、どんどん劣化していくんで、さっきの、まあ、そっかそっか。だまあ、このからまあ、結果みたいなそっかそっか。感じ。毎回でこう、最適化の誤差があるから、そうです、そうです。悪くなっていくよねってことそうでです。すかね。まあ、それはそうか。なんで、まあ、まあ、当たり前っちゃ当たり前の結果ではあわかりました。ります。悪くなるのも当たり前だし、まあ、こうしたら良くなるのも、まあまあ、当たり前かなっていう結果ではあります。ちょっと最後の質問で、これ今回の話って、定式は別に画像生成に特有なとこないと思うんですけど、そういう理解で合ってますかね？そうなんですけど、一応、ユードベースなんで、まあ、そこは気をつけなきゃいけないというか、まあ、ガンとかは成り立たないとか、まあ、そういった違いはありますけれども、
まあ、オートリグレッシンも、まあ、最優推定なんで、まあ、同じかなと思いますけど、はい。それぐらいですかね。はい。そわれ以か外りはま基本し的にはどれでた。も成り立つと思います。わかりました。ありがとうございます。あ、一対一です。他にご質問がある方はいらっしゃいますあ、か？ちょっと短い質問ですけど、ラムダってこれはやってみなきゃわかんないって感じなんですか？なんか、理論的にこの辺の値だったらまあいいじゃないかって、そんな答えは出てない。一応、ラムダっていうのがどういった範囲かっていうのは、一応前提条件に依存して決まるんですけど、ただこの前提条件って正直よくわかんないというか、まあ、基本的にモデルに依存するってことはわかります、最低限。モデルに依存して決まってくるっていうのは、ここですね。こういう条件が一応あって、で、L っていうのが、その最適、アルファが最適なモデルのヘシアンの上階を決めてるもので、L っていうのが、そのリプシッツ性の制約があって、ヘシアンに関する。それを決める L になってます。なので、こいつによって一応、イプシロンが満たすべきものは決まってくるのと、ごめんなさい、これイプシロンですね。で、イプシロンが決まってくるのと、それに応じてラムダも決まってくるので、こういった形で、ここですね。決まってくるので、一応、ある程度、決めることは、決めるというか、理想的なモデルとか、ヘシアン計算できる場合とか、そういった場合なら計算できるかもしれないんですけれども、まあ、ここではそこまで示していないです。小さければ良さそうだよねっていうことと、実験的に、この場合だと、まあ、0.1ぐらいが、どのモデルでも、まあ、なんか安定しそうだねっていうことが分かってるだけです。まあ、やってみないと分かんないって感じですよね。そうですね。今のところはそういう感じです。もしかしたら、そこもなんか理論的な、まあ、ここまで一応理論的な分析できてるんで、もうちょっとやればできるかもしれないです。分かりました。ありがとうよろしいでしょうか。はい。あ、ありがとうございました。個人的には最も興味があるジャンルに近いというかですね。なので、興味深く聞いてたんですけど、なんていうんですかね、再学習するときって、LLM 系のセルフアライメントの論文とかを読んでいると、まあ、その生成したものをまた、こう、自分でフィルターするっていうんですかね。いや、要するに、生成されたものって、玉石混合なので、いいものも悪いものも生成しちゃうと思うんですよね、こう、ある程度のブレで。なので、なんかそれをこう自分でフィルタリングするっていうか、これはもう無視しようとか、ってやるとなんかゴロッと変わるような気もしていて、まあなんかそういう系のことが加味されたような論文とかってあるんでしょうかっあ、ていもう。ちろんそうですね。フィルタリングするっていうことはあると思うんですけれども、ただ自分もどんどん劣化していくので、なんか、その判断がだんだんこうずれていくっていなうるほど。形にはやっぱりなってくるとは。自分の判断する能力も劣化していくそうみたいそうなそうそ感うじそで。うです。そうです、そうです。なる先生。ほどな。そうですよね。っていうのと、まあ、最後のところは、私も全く同じで、要するに、今のこういう定式化されてるのとかって、自分自身でこうやってるんだと思うんですけど、まあ、人間と一緒で世の中たくさんのいろんな人がいて、そのいろんな人から学習するみたいなのが、人間との違いが気がしているので、確かにこういう書かれてる、なんですかね。で、自分自身じゃなくて、いっぱい生成モデルがあるよみたいな時にお互い訓練するみたいな、なんかそれは個人的には、まあ今、最も興味があるというか、そうですそね。れ系って意外とまだあんまり論文ないってことなんまあ、ですかね。さっでもちょっと申し上げたんですけど、この研究、本当、今年に入ってからなんですよね。この先行研究も今年ですし、今の論文も、まあ、アイクリアに投稿されてるぐらいなんで、まあ、基本的に今年ぐらいから、なんか、こういう問題考えなきゃいけないよね、みたいなことが意識されるようになったって感じだと思います。なるほどです。あ、わかりました。大変興味深い領域というか、はい。なので、ありがとうございました。ありがとうございました。他にご質問がある方はいらっしゃいますか？鈴木さん、発表ありがとうございました。はい、ありがとうございました。